2つ目こちらです。じゃん、ハンドルネームがちょびりこでした。はい、ということでちょびりこジャム研究所じゃないですか。ちょびりこって何っていうところからちょっと伺って、なんでちょびりこだったんですか。いや恥ずかしいんですけどね、うちの主人が私のことを、はい、うん、いろんな名前で呼んでる中の一つの、例えばどんな呼び方ですか。なんかね、ちょびさんとか、ちょびちゃん、ちょびさんとか、か小さいさんとか、小さいさんとか、うん、小さいから、そうそうのもありますね、はい、小さいさんとか、うん、ちょいととかちょびっととか、なんかいろいろ本当たくさんあったんです、気分で呼んでたんでしょうね。気分でいろんな呼び方をご主人がしてたんですって、はい、はい、でその中の一つが、うんうん、ちょびりこっていうのがあってご主人にちょびりこって呼ばれてた。そんな熱々エピソードじゃないですかそれちょびりこって呼ばれて、そんな可愛くないんですけど実際うちのちょびりこがなとかいう感じでめちゃめちゃラブラブじゃないですか全然そんな風ではないですね、本人見ると。いやだけどそのちょびりこってご主人に言われた、うん、いろいろ言われたニックネームの中で一番本人的に気に入ったのがちょびりこで、それで何かブログ書いてたんですよね。そうなんです、うん、ちょうどブログばやりみたいな雰囲気もあった時で5、はい、5年前ぐらいかな、うん、その時にじゃあ私もブログ書こうって思った時、はい、ハンドルネームが必要、フルネームで本名を晒すのはちょっと自信がなかったし、はい、なんかあっても責任取れないとかいろいろ一応ネットだしハンドルネームでやろうかな、考えまして、はい、でその時のハンドルネーム考えるのに、うん、ちょびりこっていいかなって、うん、あんまり深く考えてなかったですね、うん、ちょびりこにしようとか思って、そう、旦那にも可愛いなとか言ってちょびりこっていうブログをこう立ち上げて、それにはどういうことを綴ってたんですか。その時は何だったかな、なんかその日々とか楽しかったこととか、うん、なんかこんなとこに行ったとか、はい、でこんな人に会ったとか、きっとそういうことをあんまり続かなかったです、うん、結構短かったですね。ハンドルネーム、ブログを書くにあたってのハンドルネームで始まったこのちょびりこという、まあ、呼び方だったんですけれども、まあ、実際ジャムを作ってじゃあどうしましょうっていう時に役に立ったそうで、このちょびりこがね、はい、はい、売りませんかっていうたった1日のバザーのためなんですけど、うん、大根のジャムですって出すと、うん、ってなると思って、うん、それよりなんかブランドネームが欲しかったんです。なんかちょっと、かっこいいなと思って、それでちょびりこジャムの大根とリンゴのジャムですっていう風にしたいと思って、だけども他のラインナップはないんですが一つなんですけど、まあ、ちょびりこジャムとして出してブランド名をつけて、はい、そうですね、うん、でそのちょうどいいハンドルネームだななんて思って使って、かわいいかわいい、ジャムのネーミングにもぴったりでしたね、偶然、たまたま、そうですね、いいと思います。それで、うん、その時にって裏見たらよく会社名とか書いてあったりする表示があるのに、これがそのままちょびりこジャムっていうのもちょっと寂しい、なるほど、またもう一つつけようと思って、すごい研究もね、いろいろして作ったジャムだったので、ちょびりこジャム研究所だと思い、はい、まあ、誰が見るか分かんないけど大して見ないだろうなんて思ってちょびりこジャム研究所っていうのを裏書きの方につけたんですよね、それが始まり、それが始まりなんですって、はい、ちょびりこジャム研究所って、まあ、会社名みたいな屋号をね、はい、立ち上げてこうシールの裏に、ジャムの裏に貼って、で表にはまあ大根のジャム、ちょびりこジャムとこう書いて、はい、いや嬉しかったでしょ、はい、とってでもね、食べていただく方も、うん、こう手に取ってもらってちょびりこジャムって言ってもらえるのがなんかちょっと嬉しかったり、いや嬉しいと思いますよ、ね、そうなんですよね、そうか、そういうこう喜びもあってね、はい、ちょびりこジャム研究所が出来上がったということなんですが、その後あれでしょ、通販でも売れるようにサイトも作ってるんですよね、はいはい、そうなんです、ブログからなんですけれども、うん、問い合わせがあったら売れるようにしてみたいと思って、はい、うん、ですね、
玉ねぎといちごのジャムを足したり、はい、なすびのジャムを足したりっていうラインナップも増やしつつ、はい、で、あのブログの方で問い合わせがあったらっていうので、はいはい、始めましたね、ネットショップから。あのブログにもね、大根だけじゃなくて、はい、いくつか野菜のジャムが並ぶとやっぱりなんかちょっとショップっぽくなりますもんね。そうですね、その時にはいいカメラもあり、なるほど綺麗にこう撮って、綺麗に撮れるカメラもあり、あ、はい、綺麗にできたんですって、はい、ちょびりこジャム研究所ってそういえば、はい、ちょびりこ丸じゃないですか、はい、ちょびりこ丸、あのモーニング娘丸みたいな、はい、あれは自覚ですか。そうですね、あのハンドルネーム占いというのを、はい、はい、あのブログ立ち上げるときに丸つけただけで大吉に変わるなら丸だと思ってつけました、なのでモーニング娘丸と同じようにちょびりこジャム研究所と書くときはちょびりこジャム丸必ずつけてください。そうです、これで大吉になります、はい、よろしくお願いしますそれでは菅原さんのこれからの夢をね伺っていきたいと思います。3つ目のキーワードこちらです。